数年前、滝沢社長と米国の有名なプロデューサーとの素晴らしい関係性を知ったファンは驚きました。この関係性がナンバーアンダーライン I の世界進出を後押しし、彼らの夢を実現させる手助けとなりました。ナンバーアンダーライン愛がアメリカへのコーチェラ出演のニュースが騒がれている。この驚くべきスピード感について考えると、 数年前まで私たちは彼らの世界進出を想像することさえできなかった。しかし、今や彼らは世界中のステージで輝きを放っている。その素晴らしいキャリアのスタート地点となるのが、このコーチェラの舞台だ。コーチェラというフェスティバルは、活気があり、多様性があり、エキサイティングな場所だ。特に、 日本のアーティストが世界にその名を轟かせるためには最適な場所だろう。滝沢社長の手腕によって、ナンバーアンダーライン愛がこのような素晴らしいチャンスを手に入れたことに本当に感謝している。彼らはこの機会を最大限に活かし、世界に自分たちの音楽を届けるだろう。日本から世界に羽ばたくためには、海外の市場において知名度を上げることが不可欠だ。 国内での活動は重要だが、世界進出を目指すならば、海外での活動も欠かせない。それが、ナンバーアンダーライン愛の今後の戦略だ。彼らがグラミーのステージに立つ日も近いだろう。その日を信じて、彼らの活躍を見守りたい。コーチェラ出演のニュースは、ファンにとっては驚きと喜びの連続だ。私もその一人だ。 彼らの活躍を見守ることが楽しみでならない。彼らのパフォーマンスは世界中の人々を魅了し感動させることだろう。ナンバーアンダーライン愛がアメリカに来てコーチェラのステージに出演するというニュースが世界中を駆け巡りました。この驚きの展開にファンは興奮し喜びを分かち合いました。しかしこれは 単なる興奮だけでは語り尽くせない物語です。この物語は夢を追い求める若者たちの勇気と情熱、そしてグローバルなエンターテイメント業界の変革を象徴しています。数年前、滝沢社長と米国の有名なプロデューサーとの素晴らしい関係性を知ったファンは驚きました。この関係性がナンバーアンダーライン愛の世界進出を後押しし、 彼らの夢を実現させる手助けとなりました。滝沢社長の手腕によって、ナンバーアンダーライン愛はコーチェラのステージに立つ大チャンスをつかみました。この驚くべきスピード感に、多くの人々が感謝と感動の涙を流しています。アジア勢としては、通常、韓国勢がコーチェラで注目されますが、今年は日本勢の参加が喜ばれました。 特にナンバーアンダーラインアイの出演は多くのファンにとって予想外の喜びでした。彼らの活躍を期待する声が SNS や友人の間で広がりました。日本の音楽文化が世界に広まる瞬間を待ちわびています。一方で、この急速な展開には驚きを隠せない人々もいます。ファンはナンバーアンダーラインアイのスピード感に圧倒され、 彼らの成功を心から祝福しています。しかしその一方で、彼らの身体や健康への心配もあります。活動がますます激しくなる中で、彼らが無理をせずに頑張ってほしいと願っています。コーチェラのステージに立つこのチャンスは、ナンバーアンダーライン愛にとっての夢の一部です。彼らはこれまでの活動を通じて、海外進出の夢を追い求めてきました。 そして、その夢が現実のものとなる瞬間が迫っています。彼らのパフォーマンスが世界にどれだけの感動を与えるか、今から楽しみでたまりません。この物語は、ただのエンターテイメントではありません。それは夢を追い求める人々の勇気と決意の物語です。そして、その夢がどれほど大きく、世界を変える力を持っているかを示しています。 ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らだけでなく日本の音楽文化全体の未来を照らす一つの灯台となるでしょう。コーチェラ2024、その舞台に立つナンバーアンダーライン愛の姿が世界中のファンの心を打つことでしょう。彼らのパフォーマンスが世界中で称賛され愛される日が来ることを信じています。彼らの成功は 日本の音楽文化の誇りとなるでしょう。最後に彼らの活躍がどれほどすごいものなのか言葉では表しきれない。彼らの夢が叶い世界にその名を轟かせる姿を見ることができる日が待ち遠しい。それを信じて彼らの未来を応援し続けたい。彼らの新たな一歩に心から祝福を送りたい。このコーチェラの舞台で ナンバーアンダーライン愛がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、今から楽しみで仕方がない。彼らの活躍が、世界中の人々に感動と希望を与えてくれることを願ってやまない。